説にも程がある。で主演を務めた阿部サダヲ俳優の沼田爆、沼田爆、本名、沼田智春さんが84歳で死去したことを受け、沼田さんが出演した TBS 系ドラマ、不適切にも程がある。の公式 X、旧、Twitter が7日、追悼コメントを投稿した。俳優、阿部サダヲ、54?が主演を務めた、不適切にも程がある。は1月期に放送され、大ヒットを記録。公式 X では、不適切にも程がある。令和のマスター役を演じていただきました、沼田爆さんがご逝去されましたと追悼。現場のムードメーカーだった、爆さん。再会できる日を楽しみにしておりましたので、本当に残念でなりません。最後にご一緒できて幸せでしたと感謝を綴り、キャストスタッフ一同謹んでご冥福をお祈り申し上げますと偲んだ。